こんにちは、ノックです。この度ですね、視聴者からあるお便りが届きまして、緊急で動画を撮っております。その内容がこちらです。おはようございます。いつも配信を楽しく拝見しております。朝から申し訳ありませんが、昨夜の着物ちゃんの動画の最後にノックさんが番になった時の話をしておりまして、ノックさんに虚言を吐かれたと、でも炎上させないように自分は何も言わなかったと言っておりました。それは本当でしょうか？それともプロレスでそのような発言を着物ちゃんはしたのでしょうか？動画を送らせていただきましたので、お時間あれば見ていただけると幸いです。朝早くから失礼いたしました。このお便りを見て着物の動画を確認しました。そうするとありえない発言と虚言を言われていたので、全てを告発したいと思います。ことの発端はこちらですね。2022年8月23日に着物に関する相談が女性から来ました。ツアーで話を聞きましたと。そしてツイッターの DM で、着物からの通話許可をもらい、3人でグループ通話を開始しました。そして相談内容を聞き、まあ話のね、終盤に差し掛かると、いきなりですね、着物が女声を使って喘ぎ声を出しました。さらにですね、着物がノックの放送を通報しろと配信で発言しました。その結果、着物のスタッフの人が YouTube の著作権侵害として YouTube に報告しました。そうすると一体どうなったかというと、ノックの YouTube ライブがバンになりました。さらにそれが生放送中だったので、結構大きなね、話題を呼びましたと。この YouTube の著作権侵害報告機能は、画像や動画などを無断で利用した場合に使える機能ですが、今回僕は着物のアイコンや動画を使っていないので、この機能を悪用した形になります。たまたまですね、この騒動をこれこれさんがニコ生で放送していて、このくだりの話を視聴者から聞いたそうです。間に入ってくださり、着物とこれこれさんが通話をしてバンを解除してもらいました。その後、着物本人からも謝罪をもらい、今後トラブルがないようにお互いに話題に出さないという提案を相手方からいただき、僕もまあそれを了承して和解をいたしました。何もかかわらずですね、2022年11月26日に今回の話題を再び出して、キモいなどの誹謗中傷発言がありました。さらに着物自身からノックから虚言に近いことを吐かれたなどの発言もあり、虚言などは一切ありません。むしろ着物が謝罪して、お互い話題に出さない、誹謗中傷しないと言ってくれたにもかかわらず、今回破られていて、これは本当におかしいことだと思いました。その証拠が、これですね、着物ですということでね、 LINE をいただきました。ありがとうございます。僕が返信しました。そしてご迷惑をおかけしました。メールありがとうございます。本当にごめんなさい。はい、まあ最初に僕がメールを送って、著作権侵害報告を解除してくださいとメールをしましたと。そしてこれは僕が送ったラインですね。8月25日、お疲れ様です。謝罪をしていただきありがとうございましたと。コロボさんにも動画を見てもらったのですが、アイコンや動画など使っていないので著作権侵害には当たらないと言われました。今後はこのようなことがないようにお願いしますと。あと、着物さんの配信上での誹謗中傷をよく聞きますと。普通に傷ついてるので今後はやめてください。よろしくお願いします。まあ僕に関するですね、誹謗中傷をねされてるんですよね、まあちょっと度が過ぎてるので、まあちょっと控えていただきたいと、合わせてね、お願いしましたと。そうすると、お疲れ様です。著作権侵害の件については厳重注意及び申告内容を取り下げ済みですと。しかし、申告内容を対処するのは YouTube の判断になりますので、詳細は YouTube に取り合っていただきますようお願いしますと。誹謗中傷の件ですが、今後トラブルがないようにお互い話題に出さないという形でご了承いただければと思いますと。着物ちゃん本人の発言に関してご意見がある場合は、配信日時及び発言内容を添えてご連絡ください。回答させていただきます。またこちらも誹謗中傷と捉えた場合は対処させていただきますと。この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでしたと。ということで、謝罪もいただいて、あと再発防止に取り組むっていうことも言っていただいたんですよね。何もかかわらず今回改めて誹謗中傷されて、さらにノック側が虚言を吐いてるなど言ってて、ちょっとどういうことなんだろうっていう。さらに着物から、提案をされたので、今後トラブルがないようにお互い話題に出さないという形でっていうことで、相手から提案されたので、なんでこれを破ってくるんだろうっていう疑問が今ね出ています。そしてコロコレさんからもね、心配の連絡をいただいて、8月24日ですね、結局なんでバンだったのということで、昨日は取り合ってもらい本当にありがとうございました。おかげさまでバンが解除されました。本当に感謝しきれないです。ありがとうございます。バンの原因ですが、着物が突然喘ぎ声を出し通報しようと視聴者に言っていたので、スタッフの人が著作権侵害を報告したという流れです。
著作権って何の動画を見たけど画像など使っていないからさ。著作権は一切侵害してないですね。アイコンも動画自体も使ってないので、虚偽の著作権侵害報告をされたということです。なるほど。まあ、ほんと今回の件を受けて、まあ、率直な感想ですけど、まあ、悲しかったですね。あっちから、お互いを渡らせないようにっていうのをご提案していただいたので、それで、僕自身も、まあ、YouTube 運営側に著作権侵害っていう機能を悪用したことをされましたみたいな報告を僕自身はしていないんですよね。はい。何もかかわらず、これを破り、さらには、まあ話題に出したぐらいだったら別に僕もいいですけど、誹謗中傷も、添えられていたという。さらに僕の言っている内容が虚言だという発言。ちょっとこれもよくわからないですよね。はい。ちょっとありえないことだなと思って、今回の動画を作成いたしましたと。この動画を見ていただき本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。ノックノックあなたのハートノックノックノック最高の時間を過ごそうぜ覚えておけよ俺の名はノック。